っちゃんです。いやなっちゃん来たよ。来ましたね。ユニクロですよ。インドユニクロ。いや来ました。おめでとうございます。上陸しました。おめでとうございます。いやインドにいるね日本人小さい。いやインド人も待ったユニクロ。待ったね。いや今日10月4日がねあのデリーのアンビエンスボールにですね第1号店できたんですけど。今日がオープン日だもんね。オープン日。もう私なんか仕事あっても僕の学校でね駆けつけちゃいました。いや素晴らしい。めでたい。皆さんね、届けたくて。もう3フロアぶち抜きでねもうでっかいの作ったんですよ。でなんかね、そのインドの1号店、ユニクロ1号店、どんなものを売ってるかっていうのをね、ちょっと軟弱2人でお届けしたいなと思って、はい、でも今日はそういうのね、案内できる、なんかクルタとかも、なんかね、インドの服も売ってるらしいね、そうなんですよ、ちょっとそういうのをね、あの動画でお届けできたらなと思うので、では早速、行ってみたいと思います。シャロー。じゃあロゴが、はい、今ちょっとユニクロで向かってるあれですよね。すごいね。もう日本のユニクロと一緒。やばいね。やばい。もうちょっとね感動するよね。そんな本当日本の内装まんまでできてるって。入り口ですよここ。This is life here ですよ。すごい。かっこよすぎるよ。かっこいいね。なんかやっぱもうね決めてるんだね。すごい、こんなのって有名よ。ほんとだ、ほんと日本のユニクロじゃんね。すごっ、マジか。すごいね。いやなんかここだけ日本にいるみたいな。すげえ。すげえ。下手したら日本のその辺の地域のユニクロってこっちじゃん。うん、でかいと思う。結構ね、お客さんもインド人がすごいいるんですよ。すごい。From Tokyo to Delhi。 うわー、いいね、こういうの。素晴らしい。おしゃれだな、やっぱ。なんかさ、インドの服屋ってさ、結構こういうシンプルな服少ないじゃん、うん、少ない。だからこういうのね、だいぶインド人からしたら、ね、結構新しいんじゃないかなと思うんだよ、うん、こういうシンプルなおしゃれとかがね、今後インドで流行ってくると、ね、僕は期待するんですよ。確かに。結構服買うの困るんですよ、インドの。いや、まあね、確かにそうだよね。エアラモンバッグ。もうこれだ、これ。あ、エアリズム。あ、1000ルピーしないんだね。あ、そっか。日本よりはちょっと高いね、やっぱり。しかも、いいのがインクルーシブオールタックスなんですよ。税込みなんだ。あー、確かに。これはね、結構嬉しい。日本これいくらぐらいだっけ。これもね、けども1000ぐらい。1000ぐらいだよね。そうそうそう。だからまあちょっと高いぐらいかな。そうそうそう。けどね、一時刻の費用とか考えたら全然安いと思う。いや、安いよね。ちょっと上とか行ってみますか。行ってみましょうか。店内も綺麗だよね、やっぱ今日オープン初日ってところもあってかもしれないけど。すごい綺麗だよ、ね、こういう服が着てる人たちが増えたら、うん、ユニクロすごい、全部 From Tokyo to Delhi ってユニクロオープン相当金かけてますよこれね。え、じゃあロゴが興奮が収まらないってか、もう店内見てこれ、超綺麗だよ。超綺麗、やばくない？マジですごい。本当都内 の都会にあるユニクロじゃないね。この広告の感じももうめっちゃ、そうそう、ちょっとね、あんま動画には出てないと思うんですけど、アンビエンスモールなユニクロの広告だらけで、チューブ浮いてたりとか横に貼っちゃったりとか、すごい。ニューオープン、もう至る所にニューオープン。至る所、しかもここすごいのが3回ぶち抜いてんだよね。ぶち抜いて全部。そうそう、これフロアマップなんですけど、今ここね、はいはいはい、まあメンズが1階にあるので、2階にも女性ものがちょっとレディースものがあって、なんかシーズナブルのもので、3階にこのユニティって、まあ、ユニクロの T シャツ、グラフィック T シャツとか、いろいろな、いろんな種類の T シャツがあったりとか、あと子供とメンズがちょっとあるので。ああ、なるほど。セカンドフロア行っちゃいましょうか、じゃあ。行きましょうか。かっこいいよな、これ。すごいよね。そう、新橋駅とか。ほんとだ。すごい。しかもね、これ今我々いるの夜9時くらいなんですよ。確かに結構人いるんですよ。あ、クルタコレクションあったよ。お、クルタじゃん。
すごい。インド人のデザイナーがデザインしたんだよね、これは。これすごいね。ユニクロブランドとして出てるっていうのはすごいね。いやー、しかもちゃんとモデルインド人使ってるし。本当だ、クルタコレクション。すごい。ユニクロさんね、こういうなんか、こういうのもあれだよ。なんか3種類ぐらい。プレミアムリネンとソフトコットンとリオン。すごいね。すごい。すごい。じゃあ最初フロア行ってみますか。行きましょうか。わあすごい。あ、なんか浮世絵とか。なんか海外外国人でさ、あのユニクロって T シャツもなんか。はい、ここがね、ちょっとユニティゾーン。ユニティゾーン。グラフィック系の T シャツなんですけど、はいはいはい。T シャツが売ったんですか。あとね、ちょっと日本っぽい。こういう T シャツ。歌舞伎の T シャツとか。はいはいはい。ドラマとか。昔の江戸の街のこういう映画。はいはい。ここすごいね。エムエヌ。インド人とかインド人着るんだ。着る。俺見たことないよこんな。おしゃれすぎでしょ。ほんいやー、だんだんモダンになってくんだね、インドも。すごいね。面白いな。感動するわ、ちょっと。君の名はの T シャツか。本当だ、すげえ。今話題の君の名は T シャツで、今度公開するね、天気。本当だ。ああ、ユニクロの T シャツとして出てるんだね。そう、ユニティで出てる。すごい。なんだろう、有名なポケモンとかも。ライオンキング、ショーゴ来てそうだねポケモン。すごいなあ。すごいですよ。感動的だわ。素晴らしい。別に僕ら今日何と言ってするわけでもないんだけど、本当にこうお届けするね、えだからもう本当にいいですね。店内が綺麗だし、しかもあいい見てこの Welcome to Delhi。 キングクロア Welcome to Delhi。 Welcome Welcome Welcome。 めっちゃ Welcome すんじゃんヒートテックもあるね。ヒートテックある。ヒートテックは1000ルピー。さっきのエアリズムで来たし、990ルピー。990ルピーってことはだいたい1500円ぐらい。そうだね、500、600円だから。だからまあ価格帯的にはちょっとまあ高いかな、うん、日本よりかは高いかなっていう。まああくまで比較対象がエアリズムとかヒートテックの金額で比較してるから、他の服わかんないけど。そうだね。そうね、ユニクロといえばこれね、グリルパーカーとか。そうだよね。これも2500ルピーですね。2500ルピーだから4000円とか3000円、円弱。そうだ、ね、4000円弱ぐらいか。ちょっとほんと高いかなっていう感じだけど、これメイドインどこなんだろう。あ、メイドインチャイナなんですね。あ、メイドインチャイナ、ほんとだ。でも一応輸入はしてるってことなんだ。なるほど。うん、ここ会計並んでるもんね。会計並んでる、この時間でですよ。じゃろが T シャツを自分でデザインできるみたいで、ちょっとなんかこれ一応種類がこんだけあって、まあ、ピクチャー選んだりテキスト入れたりステッカーですけど、ちょっとペイントで、まあ、インドっぽいの使ってますけど、例えば何色がいい。これ今オーダーしたやつをすぐここで作ってくれるらしい。1枚1490ルピー、チャロブラって作れる。チャロブラ作れるんだよ。チャロブラ、こんな感じで、すごい。でこれで OK だったらプリントアウトして作ってくれる。これで T シャツできるの。そうなんです。いや、おしゃれだと思う普通に。じゃあこれ作ります。できたな。ウェイ、ベリーグッド。かっこいい。普通にブランドみたいじゃんできたよ。
じゃあロゴだ。はい、ということで店内見てきましたけど、いやちょっと楽しんじゃったね。いや面白かった。いやパッと撮って帰ろうかなと思ったんだけど、なんかこういう T シャツで作って、すごいよね。いやすごいよ、もう作ったんだから見える。こういう感じでね、チャロブラザーズっていう T シャツを作れるんだよね。あ、ぜひね皆さんもあのデイリーに来たらぜひユニクロ来てください。すごい綺麗でしょ、はい、面白いです。はい、ということで、あのこの動画いいねと思ったらチャンネル登録といいね高評価お願いいたします。以上、現場からでした。また次の動画で会いましょう。チャロー。チャロー。バイバーイ。今日は見てくれてありがとうございます。この動画がいいねと思ったら、チャンネル登録、いいねとコメント、SNS のフォロー、よろしくお願いします。